です。はい、というわけで今日はですね。あー、にゃ、ごめんなさい、ごめんなさい。おじゃ、ごめんなさいね。ごめんなさい。今日はね、何をするかというとね、今日は何をするかと言いますと、ついにですね、アーセナルのホームシャツ2223が解禁されましたということで、皆さんにちょっとね、ご紹介してみたいと思います。そして、私ね、この2223購入してまいりましたので、世界最速レビューさせていただきたいと思います。そして今日もね、もちゃん。もちゃんが遊びに来てくれました。ありがとうございました。もちゃん、こんにちは。メアニちゃん取らないとダメだね、これね。はい、というわけで。というわけで、皆さん SNS やら何やらでご存知だと思いますけれども、ついにアーセナルの来季のホームキット2223が解禁となりました。それがこちらでございます。前ね、リークをちょっとご紹介させていただきましたけども、リーク通りの襟付きシャツということで、全く寸分たがわぬ形状でございます。で、来季のこの襟付きシャツなんですけども、コンセプトはナイキ9496のトリビュートデザインとなっております。で、どの辺がトリビュートというかというと、もちろんこの襟の部分ね、この襟の部分はもう踏襲されてますと。そしてこのボディの稲妻、このボディを見ていただきたいんですけど、ボディ、かっこいいボディ見ていただきたいんですけども、シャ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 見ての通り、稲妻、木村健吾もびっくりの稲妻シャツね。ボディの模様がね。でも、今季のシャツにそんなボディに稲妻入ってねえじゃねえか。入ってねえじゃねえか。どこがその辺がコンセプトなんだよ。どの辺が取り入れられてんのと思われる方もめちゃめちゃいらっしゃると思うんですけれども、ボディの稲妻に関しては、しっかりここに。しっかりここに入ってます。襟のとこ。襟のとこに入ってます。よく見りゃわかる襟のとこ。稲妻！これ本当に木村健吾先生にもですね、着ていただきたい一品でございます。サルチャンネル！そしてこのホームシャツのお披露目にあたり、選手の番号の改変も発表されました。それがこちらでございます。ガブリエウ・マルティネリが35番から11番へとシフトザ・フューチャー。ついにですね、我らがガビーが、マガリアンイスじゃない方のガビー、ウィンガーの方のガビーですけども、ついにやってまいりましたと。で、11を辿ってみるとですね、見てください、この豪華絢爛なメンバー。最近で言えばマルティン・ウデゴールから始まり、ルーカス・トレーラ。そして、あのスーパースター、メスト・エジル。そして、その前が、アンドレス・サントス。俺らがアンドレ、俺が大好きなアンドレですよ。そしてカルロス・ベラ。カルロス・ベラの前がリル・ボーコとロビン・ファン・ペルシー。そしてシルヴァン・ビルトール。ビルトール聞いたことあるでしょ？名前ぐらいは聞いたことあるでしょ？ビルトールも実はね、アーセナルにいたんですよ。そしてその前がなんとですね、マルク・オーフェル・マルス。オーフェル・マルスって言ったらもう元祖爆速ウィンガーと、このアーセナルの11番っていうのは、実にきらびやかな系譜となっております。てかよ、そんなことよりも、11番には、カナリア軍団の特攻キング、アンドレ・サントス・パイセンが含まれてるわけですからな。ガビにとってはそれだけで光栄の極みであると、他人事ながら思うわけでございます。てかね、この11番発表される前までは、ガビはもしかしたら、14をつけるんじゃないかと言われてたんですよ。キング・アンリの14を継ぐものになるんじゃないかと言われてたわけですよ。そして、つけるだろうと思われてたわけですよ。でもね、ここに来て、キングアリーの14番を蹴って、11を選んだってことは、間違いなく、キングアンリーよりも偉大な母国のパイセン・アンドレ・サントスを選んだっていうことですよ！間違いない。これだけは間違いない。いやー、やっぱりね、そうだよね。最終的にはやっぱり母国のスターっていうね、ことだよね。俺もそれでいいと思う。それでいいと思いますよ。というわけで来季はこうなります。サカ。ウーデゴール、スミスロー、マルティネリ。7、8、10、11と、こういう感じになります。あとは9に誰が入るのかっていうところですね。もうね、11番背負ったからにはですよ。アンドレ・サントス・パイセンの意思を引き継ぎ、サイトをめっためったに切り裂いて、ガンガン、ぐんぐん、ずんずん上昇。夢に向かって、フルパワーで、行っていただきたいと思います。そしてガビーも、おそらく、歌いたくなっちゃう。この歌。本当に夢に向かってフルパワーでマジ。もうとにかく俺の夢に向かってフルパワーでお願いします。お願いします。サルチャンネル！というわけでね、そのホームシャツ、早速、アーモリーで購入してまいりました。ということで皆さんにご紹介させていただきます。
ね、これ。あれですよ。それが、こちらでございます。あったん。買ってきちゃいました。はい。私、M サイズですね。M サイズを買ってまいりました。で、この M サイズをもとに皆さんにちょっとレビューをさせていただきたいと思います。で、これ購入してきたのは、選手用のオーセンティックではなく、レプリカです。レプリカでございます。オーセンティックは若干違いますので、まずレプリカの方をちょっとご紹介させていただきたいと思います。やっぱりなんと言っても、稲妻だよね。襟の稲妻。しっかり稲妻ってますね、この辺ね。この、まあ、ポロ帳なんですけど、ちゃんとボタンが、見て、わかります?毛が細かい。このボタンのとこに、アーセナル1886と刻印されております。この1886っていうのは、アーセナルが誕生した年ですね。ウーリッチ・アーセナルっていうところで、武器兵器工場で働く労働者のフットボールクラブとして誕生した年数です。もともとアーセナルっていうのはそのウーリッチ・アーセナルっていうところでね、南東ロンドンで誕生しました。これが1886。1886年ですね。だからもう130年以上の歴史があるんですよ、アーセナルって。そして、まあ、バッチ。バッチはまあ、いつものように変わらず刺繍柄でございます。はい、立派な刺繍柄。結構ね、厚みのあるやつですね。そしてこちらのアディダスのロゴももう変わらず刺繍となっております。そして裏なんですよ。第三頸椎ぐらいの裏、首の急所のところに、こういう文言が入っております。はい。このアーセナルっていうラバー調のものが、この第三頸椎のところに、急所のところに貼り付けられております。で、今季はこれが特殊な目印になるんじゃないかと思います。昨シーズン見てみると、昨シーズンはないんですけど、ただ、表側にこう、アーセナル for everyone ってあるでしょ。表側というか、こう中ですね。シャツの中にバッチみたいな形で貼ってありましたけれども、その前の2021シーズン。2021シーズンはこの外側にこういう逮捕のマークがありましたね。だからこの首の後ろの必殺仕事人で言うと、三田村邦彦がぐさってやるね。急所のとこには必ず何らかのものが施されていると。そして今季は、こういうラバー帳のアーセナルという文字でしたと。そして何と言っても、アディダス様といえば三本線ですね。三本線も昨年同様肩のところに入っております。布をこう上にね、重ね縫いしたみたいな三本線ですね。はい。そして、生地。大事な生地なんですけど、若干ね、キュルキュルしてます。キュルキュルした生地です。わかりますかね?キュルキュルした生地。肌触りのいいキュルキュルしたやつですね。だからこれ多分、その汗をかいても気持ちいいんじゃないかなと思います。それがこのおそらく、この技術だと思うんですけどね。アエロレイディっていうんですか?この技術だと思うんですけど。ちなみに昨シーズンの生地は、ちょっと若干粗めの生地ですね。若干粗めの生地でした。はい。昨シーズンと比べてみますと、まあ、一目瞭然ですね。昨シーズンは若干粗めの生地でした。それに比べると、若干目が細かいような気はします。で、これどっかで見たなと思って、これ2021のシャツっぽい感じなんですよね。生地の細かさで言うと、ちょっとわかりにくいかもしれないですけどね。生地の細かさで言うと2021っぽいんですけど、2021っていうのが若干ドライなんですよ。触った感じ、パサパサしてるっていうんですか?鶏のささみ、茹でた後みたいなパサパサ感あるんですけど、この2021のシャツね。この来季のシャツ、2223に関しては、シルキーな感じするんですよ。シルキーな感じ。わかる?このシズル感があるっていう感じ?とにかくこれ着心地がいいと思います。というわけでこれ早速着てみます。少々お待ちください。はい。はい、というわけでお待たせしました。着てみました。全然悪くないですね。これ、本当に、柔らかい。ほら、シルキーな感じ。めちゃめちゃ柔らかい。これ着心地めちゃめちゃいいです。もちろんこの着心地に関しては、ま、人によってはね、感じ方全く違うと思うんで、なんとも言えないですけど、僕個人の感想で言えば、昨シーズンよりも2021と比べても、段違いで着心地がいいですね。見てください。しかもこの襟がついてるから、もうなんかこう、
めちゃめちゃ清楚感出ません、僕。こんなしょうもない人間でもですね、いや猿でもですね、清楚感出てるでしょ。なんやったら会議とか普通に出れますよ。会社にこれを着ていってですね、そのまま会議とか出ても誰に何かを指摘されることもなく普通にスルーで会議出席できると思いますよ。それぐらい清楚やし清潔感あふれてるシャツですね。やっぱ襟がついてるから、襟がついてるって大事ですね。これ僕一発で気に入りましたね。やっぱさ、発売される前ってね、毎回毎回ね、なんやかんや出るんですよ、文句的なもんが。なんやねんこれとか、有刺鉄線デスマッチのやつやないかと。でこの前の紹介の動画ではもう有刺鉄線デスマッチシャツだと、デスマッチシャツ出るよとアーセナルから。まあ実際その鳥シャツの方がデスマッチ模様の、本当にここに有刺鉄線がデザインされてるみたいなシャツだったんで、だから今期のやつはもう有刺鉄線やなと、インディーデスマッチシャツやなって言うてたんですけど、でも着てみてくださいよ、これええ感じに見えてくるから不思議だよねこれ。まあとにかくこれが嫌だったとしてもですよ、これが嫌やったとしても嫌な人でも着ればわかる、着心地はいい、夏場とか最高かもしれない、そんな気がしています。そしてまあサイズ感ですけれども、私166cmの 77.4kg ぐらいなんですけど、まあ実際この前まで80kg あったんですよ。でもこれ一時帰国に向けて減量中、ダイエットじゃないです、減量です。日本で爆食するための減量してるんですけど、 1.5kg ぐらい落ちてんのかな。で目標は75ね。でその今中途半端な 77.4kg だか 5kg ぐらいの状況で M サイズ着てこれです。まあ168ぐらいね、まあ撫で型あんこ型のライガー体型みたいな感じで思ってもらったらいいと思います。はい、こんな感じで、でちょっとだけ気になるとしたらこの裾の長さですね。伸ばしたらこの辺まで来ちゃいますけど、まあでも許容範囲ということでしょう。あともう 2,3kg 合わせたらもっとフィットするんじゃないですか。なんかそんなような気がしますよ。なので参考までですけど、170弱の 77.45kg で M サイズですから、それに合わせてご購入いただければと思います。だから 170cm 弱でガリガリとかね、 60kg ありませんとか 60kg 台ですとかっていう人は全然 S サイズでもいけるような気がします。 M サイズ、まあこんな感じでちょっと割とちょっとガチムチな感じになってるんで、その辺はですね、皆さんの体重と体型に応じてご検討くださいと、そういう感じですかね。まあ、とにかく着心地はいい、最高、夏場とか最高。そう、わかった、これなんか似てるなと思ったけど、わかった、あれですよ、ユニクロのあの夏着る、あの中に着る、あのほら T シャツみたいなキュルキュルしたやつあるでしょ、あれ何やったっけ、ほらユニクロのあの夏着るやつな、ヒートテックじゃない方、なんだっけ、エアリズムっぽい、赤いらへんとかエアリズムっぽいっす。なので水はけは良さそう。だこの辺の2つに比べると柔軟剤使ってますみたいな、それぐらいの柔らかさあります。そして参考までに選手用のオーセンティックとレプリカの違いなんですけども、サルチャンネル、まず大きく違うのが素材ですね。選手用の方が間違いなく水はけがいい、まあもちろんオーセンティックだからそれ用に作られてるに決まってるんですよ、機能性で押してるわけだから。選手用の方が絶対に水はけがいい、汗をかいても多分着ていても気持ち悪くない系のシャツだと思います。そしてまあ見てもらったら分かると思うんですけど、これ向こうが透けるんですね、透けるぐらいのこの通気性の良さ、これがオーセンティックの特徴ですね。ちょっとね、丈夫なガーゼっぽい感じの素材ですね。なので重さもこのレプリカと比べたらもう断じて違います。めっちゃ軽い、着ているのを忘れてしまいそうな軽さとまで言えるかどうか分かりませんけど、僕着てないんでね、まあそんな感じですね、持った感じは。あと違うのはこの3本線のとこっす、僧帽筋から肩口にかけての3本線のところが、レプリカはこの布を上にパイ生地のようにね重ねてるんですけど、オーセンティックは生地と一体化してるような形になってます。これはもう昨シーズンも一緒ですね、毎シーズンそんな形です。だからここでも軽量化を図っているという感じですね。もう86みたいなもんですよ。もう後ろの座席外しますみたいな。だったら助手席も誰も乗らないかも外しときますみたいな。いらんとこ全部外しときますみたいな。どこでも軽量化図っていくみたいな。もう86みたいなもん。オーセンティックは86と思ってください。なので、バッチも違うんですよね。このレプリカ帳刺繍帳でしたけど、オーセンティックはもうちょっとね、軽量化されたようなバッチでした。あとね、もう一つ大きく違うのは、裾ですね。裾の部分が塩ビ調となっております。塩ビ調、よく指揮者の人がこう着るみたいな、こう丸くなってるタイプのシャツですね。
レプリカはズドンって切れてるんですけど、オーセは丸みを帯びてます。プーマ様とアディダス様が違うのが、プーマ様のオーセンティックっていうのは完全にガチムチ仕様だったんですよ。サンチスとか来たらさ、本当にバッキバキの人が来たらシルエットがズドンって出る感じだったんですけど、アディダス様に関してはそこまでガチムチじゃない、普通にレプリカ調のサイズ感で、そして素材が違うっていうだけだと思います。いや、違ってたらごめんなさいね。俺が見たところはそんな感じでした。あと違うのはそれぐらいですね。あとはほぼ一緒だと思います、レプリカと。この首の後ろのアーセナルっていう文字もまあラバー調ですし、基本的にはあと一緒だと思います。それを天秤にかけて、レプリカかオーセンティックか、それを決めるのはあなた次第です。というわけで、まあちょっとご紹介させていただきましたけれども、実はこれを購入してきたのはこれだけじゃないんですよ。これも買ってきちゃったんですけど、もうちょっと時間がすげえ押しちゃってるから、これ次回ご紹介させていただきます。はい、チラ見だけね、チラ見だけしますね。チラッチラッね、実はもうアーセナルの公式のショップに DNA レンジっていう形でブラックゴールドシリーズっていうのがすでに掲載されてまして、でリークされていたアウェーのシャツがこれなんですけど、ブラックゴールドのね、黒金のシャツなんですけど、それのシリーズの多分前哨戦としてこういう DNA レンジっていう、このまあこれパーカーなんですけどね、っていうのが発売されてましたと。というかで、これも早速買ってまいりましたんで、だからおそらくこのホームシャツのね、リーク通りっていうところから見ても、黒金のブラックゴールドのアウェイシャツっていうのはほぼ確だと思います。なのでこのフーディーに関してはまた別の機会にご紹介させていただきます。ちょっとめちゃめちゃホームシャツでね押しちゃったんで、よろしくお願いします。そして肝心のこのホームシャツ、どこで買えばいいのっていう話なんですけど、もう公式では販売してるんですが、ただ今ね、めちゃめちゃ円安でしょ。めちゃめちゃ円安というか、ポンド高でしょ。ポンド高半端ないですよ、今ね。今160円ぐらいになってんのかな。だから今そのあえて公式で買う必要っていうのはないと思うんですよね。でなると、まあ日本の公式のアディダスショップ、もしくはサッカーショップカモ様で、ぜひそちらで予約してみてはいかがでしょうかと。サッカーショップカモ様の方では6月2日発売予定ということで、もうすでにですね、ご予約受付中ということなので、ぜひそちらの方でご予約されてみてはいかがでしょうかと。もしくはアディダス公式様も、おそらくカモ様の方で6月2日って言ってんだから、アディダスも6月2日ぐらいに発売すると思いますんで、まあどちらかでご予約いただければと思います。でこれ新しいの出たじゃないですか。ってなると、やっぱ古いのがね、安くなってるわけよ。というわけで、僕のブログの方にその安くなってる商品をご紹介させていただいておりますので、そこを踏んでいただくと私の2倍になった電気代が払えますということですね。別にそこは買わなくていいんだけどね、別に。はい、というわけで、今日はですね、ホームシャツのレビューさせていただきました。またこの黒いフーディーね、こちらもご紹介させていただきますので、もう少々お待ちください。今週日曜日、これを着てアーセナルはエバトン戦戦います。というわけで、この動画が良かった、丸かっても高評価低評価的な、そしてチャンネル登録チャンネル解除的なって、よろしくお願いします。というわけで、カムガのサルでした。バイ。